うわなんかすごい秘密の話がいっぱいあるんだけど、つーちんちゃんアピールするなんかコツはありますか？チャンネル登録お願いします。ファインディングへ。今日はですね、私のお友達みやこが登場してくれることになりました。みやちゃん何年ぐらい台湾住んでた？本当だよね、私台湾住んでたんだよね。記憶喪失になってる。私2011年からいたから、その1年前2010年。台湾生活何年ぐらい？15年まで。じゃあ5年ぐらいの台湾生活の間に大仲良しになって、お互い助け合って、もう何回も助けられて、一緒に台湾生活の一番大変な時苦楽を共にした大事な友達なんですけども、しかもね、私とゼリーのキューピッドでもあるしね。そうです。今は子がいなかったらもう知り合うことはできませんでした。本当だね。あそっか。そんなみやこちゃんをお迎えして今日聞いていきたいのは、台湾の恋しいところ。想念台湾、好怀念台湾。松山中に住んでた時、私もともと違うところに住んでたけど、みやちゃんが住んでるところの歩いて3分のところに引っ越していって、もうほぼ毎日行ったりとか、あとみやこちゃんの家にお風呂入りに行ってたよね。あー懐かしい。もしもし、今から遊玩しに行っていい？たまたま日本から帰ってきて、みやこと一緒に食事しようことになって、ちょうどマリコが帰ってきて、仕事が早く終わって、みやちゃん何してんのって言ったら、今から日本から来た友達と会うよって言って、あ私も行くって言って参加した会にジェリーがいたんだよね。あれなかったら出会うことはできないよ。しかもジェリーがやってたお店を私が雑誌で紹介した時に、ジェリーがじゃあお礼になんかみんなで食事しようって言って、みやちゃんともう一人誘って4人で食事するはずだったんだよ。でもみやちゃんはジェリーの気持ちを知ってか知らずか、もともと4人で食事するつもりが2人で食事になって。ありがとうございます。そういうことね。もう本当にわざとじゃないよ。天命天命。みわちゃんがいなかったら、ね、知り合ってない、ここは夫婦になってないかもしれない。まず紹介してくれたことと、当日欠席してくれたこと。あの時はさ、本当にジェリーは本当仕事頑張ってて、もう新しいビジネスやるって言って、美味しいね日本のレストランをやってて、いつもだから行くっていう時はマリチンを誘ってたんだよね。うわなんかすごい秘密の話いっぱいあるんだけど、言っていいのとか、どこまで言っていいのこれ。私が編集担当なので、ジェリーが編集する。だから勝手にカットします。あの時ジェリーの気持ちは正直知らなかったけど、私は多分マリチンとジェリーが初めてか2回目かわからないけど、毎回マリチンはジェリーのチャンティン行くたんびに、ああいう旦那さんと結婚する人は幸せだろうなって言ってたのを覚えてる。で早く言ってよ。そうで、それをずっとほっといてて。みやこちゃんは台湾でモデルの仕事をずっとして、あの絶対みんなね見たことある CM とかに、ね、あるはず。セリフ思い出せる？思い出したとか言って、思い出した。ああ、有一次女性さそ先導連有我跟他什么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 。もうその時もうここまでしかセリフ覚えられなくて、本当に中国語できなかったんだよね。そう、みやこはなんかすごい特殊でっていうか、語学学校とかに行ってないのに中国語を習得して、その方法が台湾人の友達の家にショートステイしてたんだよね。お正月にね、ちょっとショートステイしてたかな。じゃあ昔のことも思い出しながら、台湾に住んでた頃、そのみやちゃんなんですが、台湾の懐かしいところ、あこれ台湾ちょっとまた行きたいなみたいな思う。あ、怀念の地方吗？でも6年目でしょ、日本に帰ってきて。そうだね、台湾と半分半分だね。どんなところが恋しいのかちょっと聞いていきたいと思います。一番はね、ママのご飯。私たち日本人だけど、台湾にも家族と言えるようなすごい優しいファミリーと出会うことができて、そのママの作るご飯の美味しさったら、本当になんかね、どんな美味しいレストラン行っても、あママのご飯今日食べたいって大体1日に1回は思う。例えば何の料理？魚ヘンターだ言うで、そこになんていうのかな、ネギをシュッシュッシュッってやって、なんていうの、ジャンヨーかな、ジャンヨーのチンチン、あれは最高なんだよね。あれジェリーも作れるよ。そうそうなの、はい、え、じゃあ今日今日みやこのうちで、台湾料理、台湾料理。すごい懐かしいのはね、トウジャン。
あ、とうちゃんね。なんでかっていうと、日本にあんなに美味しいとうちゃんはない。台湾のとうちゃん濃いよね。濃い、しかも手作りでしょ。それなんかジェリーが作れるって聞いたことがあるのか。あ、そう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 。結婚式の時も宣言した。まあマリコのお父さんと母さんに父ちゃんも作るし必ず幸せにしますという。ああ、そうだ、言ってた。なんか思い出したよ。おお、ハオハニアの台湾ってその山でお茶飲めるでしょ。ああ、マオコンとかね。とか夜遅くまでさ、普通日本だとお酒飲んでお酒飲んでだけど、私たちはハオチェンカンなメニューだったから。ツーチンちゃんお酒の代わりに台湾の茶、あ、キューフンとかもよくねお茶飲みに行ってたよね。お友達来るでしょ。もう絶対行ってたもんね。キューフンはもう多分1000回ぐらい行ってるから。台湾ね、仕事もいっぱいしたはずなのになぜか線香のことばっかり思い出す。あそこは本当に生活する場所で、日本のたこ焼きを機械をマリチンが持ってきてくれて、それをうちで置いて、よしたこ焼きやるぞって言って材料集めてやりだして、それをインスタグラムで撮ってあげまくったんだよね。そしたらなぜかどん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 うちに人が来て台湾のイメージは自分の家なのに自分のもう家じゃないのね。いつも友達は自由に出入りしてた。あれは美和子の性格じゃん。あ、そうなの。あとはもうあそこの村長みたいな感じじゃない。美和ちゃんね、台湾人の子たちと一緒にシェアハウスとかしたもんね。一番最初から一部屋多めに借りてたんだけど、 2L とかをね。最後に引っ越したところは3部屋あって、シャワーも 2つずつあって、トイレも2つずつあって、そうしたら本当にどんどんいろんな人が住んでくれて。そうだね。もうその頃にはもう中国語もちゃんと喋れるようになってるから、うん、あのルームメイト全員台湾人だったもんね。マリチの中国語を聞いてても可愛いんだよね。台湾語多い、うん、ただいま。私は今台湾男子推進協会の会長だから。そうなの。みんなぜひ日本女性を台湾に連れてきてくださいと今めっちゃ要望されてるんですよ。もう日本女子にちょっとアピールじゃないけど言っとくね。協会会長がいるから。あのね、優しい。台湾の男性は初めて会った人でも本当にすごく長くお付き合いしたカップルみたいに優しい。え、私たち恋人ですかっていうぐらい優しい。それはきっとその男の子はミヤちゃんのこと好きだったからね。あの日本の男の子はそこまでさ愛情表現をさストレートにさすぐ出さないけど、台湾の男子は結構愛情表現すごい分かりやすいよね。買い物行ったりとか普通にスーパー行ったりとか何してても自分で荷物とか持った記憶がない。やっぱりさ重たいものとかささって持ってくれたら嬉しいよね。嬉しい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 。もうふわーっていう感じ。なんか台湾男子推進協会の会長から台湾男子に日本女子と付き合いたいアピールするなんかコツはありますか。そう、何をされて優しいと思ったか。全部が優しすぎて、なんだろう、タクシーとか何でもそうだけどドア開けるのは普通だよね。ジェリーもそうだけどさ、鍋とかしてて取り分けてくれるよね。さあ日本だったらさテーブルの上のものはなんか女性の仕事って感じだけど、ドアを開けることと食事する時のサービス、残りはちょっと会員チャンネルに行きますから、会員チャンネル有料になります。あ、そう、どこでも連れて行ってもらえる。困っててどうしようあそこ行かなきゃとか全部ついてきてくれるし、もし車持ってたら絶対連れてってくれるし、フットワークが軽いっていうのはいいかもね。別にそうお付き合いしてるとかなんか特別な関係でなくて もう家族みたいになんか大事にしてくれるから、まあ、日本から一人で何かあったら助けてあげようという気持ちはあると思います。確かにお友達にも優しいね台湾男子は。親をなんとなく大事にしてるからいいイメージしかないね。お母さんを大事にしてるっていうことはタイタイのことも大事にするだろうなみたいな。美和子の性格はちょっと台湾人っぽいかな私から見ると。まだ私とマリコの話に戻るんだけど、本当にこの性格だと偶然に会って、もともとマリコと一緒に食事誘ってないじゃん。食事会行くって誘うことって普通は日本人はしないじゃん。確かにね、一人の友達と約束してたら、あ、約束してるんだ、じゃあ分かった、また違う日ねって普通になるけど、みやちゃんの場合は、え、まりちゃんもおいでよって言ってくれて、その会が成立したから。この性格じゃなかったら、なかったんですよ。みやちゃんのおかげだよ。ありがとうございます。
人道人道人道。今回のテーマもともと恥ずかしい台湾だったんだけど、今は私たちの感謝祭りみたいな。そうね、みやちゃん、そんな感じでね、やっぱりコロナがあったからさ、こんなに離れてもやっぱり会うとさ、もう家から3分のところに住んでたような関係にすぐ戻れる感じがやっぱ嬉しいな。すごい久しぶりなのに、南京東路に住んでた日々。あ、やっぱり台湾の小籠包食べたいよね。思い出してくるね。また台湾でもいっぱい遊ぼう。みやちゃん、今日はありがとう。バイバイみんな。やった、今日ジェリーのご飯でしょ。そうそうチャンネル登録お願いします。ファインディング。